2です。アクセスダイレクト。僕は60歳ですけどね。なったばっかりですけど、10月にね。アクセスダイレクトの収支保険が入りませんでしたね。で、いろいろ言ったんだけど、まあ、実際は普通よりか一番健康だというふうに記載したんだけどね。取らなかったですね。私が取んなかったら誰も取んないなという。要するに簡単に言えば、妨害ですね。私の、その地位とか、人間たちの妨害が多いですから、それで入れなかった、一番人間たちよりか健康だけで一番ね、入れなかったと。で、当然は入っても、インターン入っ内て容。も、保険料入って入院した時に治療をみんなしないと。だから入っても意味ないよということですね。入ったとしても殺されちゃう。だから、保険料の人たちのね、力ではね、他の人が治療しないと、だから敵として扱うからね、本家ですからね、人間たち全員が。で、そういうことですね、人間たちの全員の妨害で入りませんでした。殺人も全然こっちに来たものを捕まえないしね、そんなこともしょっちゅうだしね。ただそれはね、大事な時は承知するけど、私の方だけでね。人間たちは絶対しない。強制的に動かさなければ動かないんで、上の生物、能力者として動かすわけですよね。ライオンがおとなしくなってるのは人間たちが抑えてるわけですね。ある程度。で、人間を襲わない、襲わ、あんまり襲わないようにしてる。できてるのは人間の全体の力なんですね。これと同じように人間を私が抑えてるわけです。上の、ね、生物としてね。人間がライオンを抑えてるのと、野生の危険な動物ね。これが普通でね。で、人間よりか上の生物なんで人間を抑えてるわけですね。私一人ですね。上の生物と、あと上の宇宙生物とですね。人間よりが正しいね。ということなんですよ。だから、その人間の妨害はちょっと、これ殺されるんで、保険入っても意味ないなということか。ね。で、それを切り分けるために自分で保険料を払わないで、払え、あ、いや、入れれないんで、自分でね、お金ね、稼げるから、多くともね、関係ないと。ね、今、年収180万ぐらいに書いたけど、ね、スペシャリストで1億円近くね、稼いでやってて、稼げるんでね、多いわけですよ。まあ、そんなことで、アクセスダイレクトも全ての収支保険会社の保険会社はやっぱり八百長ですね。ということをお教えします。日本のね、保険会社全部八百長ですね。誰でも入れてます、それ。入れてましてね。やはり人を見て入れないっていうことですね。だから他の人、人間たちはまあお互い様様だけど、そういうのはありますね、人間たちね。ただで働かせるためにね、保険入れないよなんて言って働かさせるとかね、そういう人はいますね。奴隷、人間の奴隷って結構いますからね。10%はいますからね。日本にね、10%は奴隷いますから。見えないように動かないと殺されますしね。そういうふうに、ちゃんと教育受けてますからね。普通に歩いてるわけですけどね。日本人の奴隷っていうのはね、10%はいますから、人口のね。逆にそういうこと言うと、逆にその助けようとすると逆に殺してきますからね。だから絶対勝手にしなさいということにしないといけないわけですね。外国はまあ関係ないですね。国内ですからね。まあそんなことで、裁判として、裁決として、保険会社に入れないよと、入ると良くないよということですね。そういうふうにして、私も
医者の方も私から話したら同じでしょう。私もそう思いました。入っちゃいけないというようなこと、また入ろうとしたら入れないようにしないといけないという審判ですね。私もそう思いましたよ。一番健康だけどね。ただデリケートで普通よりか死にやすいけどね。長期だから、私の場合はね。心臓がちっちゃくて、再生性が強くて、長く生きやすいというですね。短期じゃなくて、長くですね。何十年もですね、ということですね。弱いんです。もう弱いんで、すごく栄養よく、ね、贅沢にしてると長生きできる。贅沢は少しでも外れるとすぐ死んじゃうよという。だから贅沢にしてない、してれば長生きできるよという体なんですね。だから普通の人と違うから、ね、普通で見たら病気になりやすいわけですね。死にやすいわけですね。というような判断で採血をしたんですね。だから保険はちょっと入れられないよと、ね、ということですね。どうもありがとうございました。ただ審判しっかりはしてますね。ということでね、入っちゃって生き合ってたってじゃないけども、殺されちゃいますからね、私だけね。危ないんで、まあ、しょうがないですね。これを保険会社は私は応援しません、全部。だから少し落ちると思いますけど、全体ね。保険制度の治療方法はね。ちょっと安すぎて、これはもう全員タダでね、治療を受けられるんだから、たった5000円にするわね。贅沢しなければね、同じなんですよ。座布団じゃなくて、ベッドには入れるか、いいとこ入るか、治療は同じなんです。5000円でも4万だろうと。ね、ベッド料ね。同じなんですよ。治療は同じなんですよ。そういう決まり。